風宮まつりかか、皆さんどうもこんにちは。秋の神様風宮まつりです。はい、今日はですね、なんと同時視聴の案件をいただきました。イエーイはい、もうねタイトルも出ているので、ねあれなんですけど、今回一緒に見させていただくのはガロ鋼を継ぐ者という作品でございます。こちらはですね、東京 MX と BS 日テレにて2024年の1月11日より、それぞれ放送している作品でございます。はい、初めてね同時視聴のお仕事をいただいたので、すっごく緊張しているんですけども、楽しくいつも通り作品を見ていけたらと思います。で、今回は一緒にねこの画面でみんなと作品を見ていくので、皆さんも一緒に楽しんでいただけたらなと思います。で、皆さんガロってご存知ですか？実は私ガロ見たことがないんですよ。そうで、そのガロのシリーズの新しい作品ということで、で事前にお仕事くださった方に確認をしてみました。私ガロ今まで見たことないんですけど大丈夫ですか？他の過去の作品も全部おさらいしてから今回の新シリーズ見た方がいいんじゃないですかって確認をさせていただいたんですけども、全然初見でも楽しめる作品になっておりますので、ぜひそのまま見てくださいっておっしゃってくださったので、今回は本当に私ガロシリーズ初見で、見ていきたいと思いますガロ鋼を継ぐものってさ、牙に狼、もうこの時点でさすんごいかっこいい感じはするよね。で、鋼を継ぐものっていう、もうなんだろう、もうかっこいいよね。タイトルの時点ですごくかっこいい感じがします。こう私の中のこう何かがざわざわする感じ、この牙狼ってねすごいかっこいいですよね。はい、ではいきます。いくよ、せーの、スタート。おー、かっこいい曲が始まった。おー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 、お前たち鋼のことは知っているか？うん、人間を知らない。魔獣ホラーを狩る魔界騎士、うん、その多くが鋼と呼ばれる名もなき鎧をまとう。だがな、鋼こそが魔界騎士の原点、うん、ちょっと怖い骸骨みたいなのが出てきた、いきなり、うん、これは鋼の騎士たちと黄金騎士、道外龍河の新たな物語だ、うんうん、へえ、主人公は道外龍河さん、うん、お、オープニングが始まったかな、うん、おー、かっこいい、なんかいい感じ、すごくこれは好きです。あーいいね、あ、なんかわかる、この赤い月といえ、こうなんだろう、ゾワゾワする、お、かっこいい。キャストさんのご紹介ですね。ほう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 、美女ですね。ほう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 、うん、皆さんの知ってる方は出ていますか？え、かっこよくない？オープニングかっこよくない？うん、おー、これはどういう意味なんだ。なんかね、きっと見ていくにつれてオープニングのこう意味ももっと分かってくる感じがするのかな。始まりました。なんだろう、版画？あー、版画じゃなかった。おー、なんか怖そうだ。そう、うん、おー、え、びっくり、今のお化けかな。なんかホラーホラーって言ってたよねさっきね。うんうん、疲れてそうな、あれ、この人
この人なんか見たことあるような気がする。あ、怖っ、怖い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 。え、この人ってさ、ゲッツの人？違う？違う、え、違ったらごめんなさい。え、怖くない？あ、ちょっと待って。え、結構さ、ホラー要素強めですか？え、怖い怖い怖い。いやって音が回る。あなた、うん、美味しそう。え、おお、え、大丈夫か？あ、え、怖い。私はね、こういうなんか一人の夜道みたいなの、あー、ダメなの、怖い。あー、え、え、怖い。え、結構、え、大人向けだよねこれ。怖くない？子供は見れない？子供も見れる？え、怖いよ。ホラー要素がすごいね。え、怖い。いる！いやー、え、怖い。あ、今映ってた人が出てきたの？目怖っ。あ、仲間？敵？仲間？え、どっち？あ、仲間かな？あ、さっき言ってた。お、リングが喋ってる。仕事の違いがあるな。あ、正義のヒーローみたいです、この方。ああ、貴様を倒しに来た。お、モツの矢がちもじゃねえ。お、うわ、怖い。お、強い。これは強いぞ。こやつできる。おお、すごい。結構アクションがさ、豪快じゃない？いや、すごい、すごくない？なんか結構本格的よ。おー、強いじゃん。え、強いし、いや、アクションが結構すごいな。あ、なんか出てきた。これは如意棒？あ、違った、日本刀みたいな。うん、龍が、やつはゲートに逃げ込むつもりだ。あ、さっきのね、画面の中に、あー、行っちゃった。あ、阻止する。入らないようにね。いや、てかアクションよ。おお、破壊した。ここまでのようだな。うん、うわー、え、変身した、こっちも。おお、なんか衣装がセクシーだ。おお、でも怖い。怖い。え、てかさ、すごくない？なんかさ、洋服の作りがさ、すごい凝ってるよね。すごい、すごい、すごい。おお、おお、おー、すごい。いや、すごい、かっこよ。いや、私もね、一時こういうアクションに憧れましたね。うん、おー、すごい、なんだ、わー、なんか攻撃を、あー、やられるー。おー、勝ったか。すごーい、あ、勝ったね、勝ったっぽい。すごい、お、え、かっこいい。私もやりたいそれ。あ、変身した、こっちも。え、かっこいいじゃん。うわー、これがガロっていうのか。すごーい。うわ、
一発だね。うおー、かっこいい。え、今のさ、すごい衣装、今の一瞬しか着ないの？すごいかっこよくない？もうずっと着てたいよ、私だったら。ねえ、すごい。いや、かっこよかった。え、てかアクションすごくない？びっくりしたんだけど。隠れてないで。しかもさ、結構初手から、初手からよ、初手から。あれ、仲間？うん、かわいい。うん、魔界奉仕か。私の名は小より。うん、仲間っぽい。何の用だ？睦月奉仕より託されたものです、うん、必ず黄金騎士に渡すようにと。おお、なんだろう。うわ、おお、なんかさ、すごくない？毎回毎回こう、なんだろう、作り込まれてて驚きポイントが多い。破滅の門が開くだと。下級の事態、うん、どうしても黄金騎士の力をお借りしたいのです。うん、すごい、なんか新たな敵の予感がする。私とクレアシティに来てください。うん、あら、嫌かな。来てくれる？あ、来てくれた。クレアシティ、さっきのは地球だったけど、おそらくここはクレアシティのどこかに地球ゲートと呼ばれる破滅の門があるのか。はい。なぜ破滅の門が開きかけてると分かった？あー、ちょっとアウトローな感じ。ホラーの出現が増えているんです。アウトローって感じがする。人の因果を増大させ、闇へと誘う力があると言われています、うん、ここ数ヶ月、それほどの因果を持っているとは思えない人間がホラーに憑依されているんです、うん、へー。あ、指輪が喋った。なんだザルバ。妙な匂いがプンプンする。匂い？うん、人を惑わせる甘い匂いだ、うん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 、誘惑ってこと？なんだろう、甘い匂い、なんだ。なんか祭り様はそういうのに弱そうだよね。あ、なんだそれ、なんか渡した。うん、なんか怪しげな予感。うんうん、なんかさっきのさ敵キャラもそうだったけどね、割とセクシーな感じの要素もあるよね。うん、この町に魔界騎士はいるのか？はい。どうした？どうですか、魔界騎士がね、いるともうちょっと賑やかな町だな。治安が良くなるってことかな。私は自分が育ったこの町が好きなんです。うん、なんとしてもこの町に住む人々を守りたい。うん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 、あれ、え、どうしてバレたんですか？出入り業者に気づかれたんです。鉄骨の量が合わないって。うん、発注先とは話がついてるって言いましたよね。設計図も整合性が取れてるって。あんまり良くなさそうな空気だ。え、杉田さん、悪いけどこの件かぶってくれるかな。悪そう、悪そう。悪そう。発注者への虚偽申告、施工不良、その他諸々、責任は全て現場監督にあった。待ってください。大きな遅れで勝手に判断したことです。話が違う。かわいそう。絶対バレないっていうから協力したんだ。今さらそんなこと言われても。うさいな。うこれまで誰のおかげでいい生活できたと思ってんだ。かわいそうだよ。警察行っても無駄ですよ。我々があなたにお願いした証拠は何も残ってませんから。ひどい。ひどい。
この人ホラーだったの？あれ？あ、なんか取り憑かれそう。取り憑かれた感じがするね。おお。いやもうさ、電気パチパチなんの怖いよね。私苦手。お化け。ナワカヤヤンス、ソリクマイ、ディシケリムサケアリ。取り憑かれてるね。トンカチ。あ、逃げて。記憶はない。いや、僕じゃないってなるやつだこれ。あ、まだ取り憑かれてる感じ。取り憑かれちゃってるね。怖い。やだー。ちょ、逃げて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 。あれかと思った。完全にさっきのさ、意地悪してきた会社の人が悪者かと思ってたら、こっちが悪者になっちゃうのね。いや、怖っ。感じたか、リュウガ。結構リアルだな、描写が。ホラーの気配だ。行くぞ。うん。嘘。ホラーの気配。さっきのがホラーだよね。かっこいい。おお。いやもうさ、いちいちかっこいい。なんだろうね、すごいかっこいい。わかる？このなんかゾワゾワっとくる感じ、かっこよっていうね。いいな。うん。この人は何から逃げてるのかな。わあ、危ない。あるあるですね、焦ってる時あるある。うん。うん、さっきの人が追いかけてくるとか。ほら、あ、さっきの人。うわー、この人あれだ、さっきあそこから逃げた人ね。いやー、村重さん、やめてください。逃げて。危ない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 。うおー、来た。戦って、頑張って。うわっ。おー、痛い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 。早く逃げろ。痛い、めっちゃ見てる。うわっ。おー。いや、アクションすごくない？アクションすごい。うわー、変身した。うわー、なんかライオンみたい。なんかこの衣装良きですね。逃げろ。なんかさ、クオリティがすごくない？すごい。おお。おお。いやいや、すごっ。うわっ。いや、こんなん勝てないって。うわー、危ない。うわー、ヒヤヒヤする。うわー、危ない危ない危ない。ヒヤヒヤするし、怖いし。お、あ、さっきのかわいい子。この子は筆みたいので戦うんだ。いや、敵怖っ。この子はどうやって戦うのかな？筆と？あ、この子も体術を使うのか。かわいい。すごい。まだまだ、まだまだって感じ？おーおー。おーほー。
あーいいね。危ない危ない危ない、結構強いよこの敵。おお、いやーすごいね、迫力がすごい。お、連携プレイ、このパサ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 してるこの敵の服いいね。はい、うん、いやすごい重そう。あー変身した、違った、違う人だ。お、さっきの金ピカじゃないじゃん、違うのが出てきた。鋼、かっこいい。シルバー、こいつは俺の獲物だ。緑、ちょっと緑っぽい、あ違う、シルバーか、後ろに緑の ライトが。新しい人出てきたって感じ。え、この人も強そう。おお、すごい、なんか日本の兜みたいな感じ、かっこいい。あ、強い。う、強い。うわーうわー、真っ二つだ。うわー痛そう。おーすごい、なんか後ろになんかついてるよこの人、この人後ろに。あ、戦い終わったから通常の衣装に戻った。かっこいい、なんかすごい肩にすごい肩パッドがついてる。かっこいい肩パッドが。ここは俺の街だ、手を出すな。あ、おのおのあるのね。ソーマ、ソーマくん、邪魔をするな。強い人と強い人がこう出会ったね。待って、ソーマ、ソーマさん強い。あいつは白羽ソーマ、白羽ソーマさん、クレアシティを管轄する、うん、魔界騎士です。へえ、白羽ソーマ、今の人も魔界騎士なんだ。この人も魔界騎士でしたね。え、終わり、短い。え、ちょっと待って、足りないよ。ちょっと待って待って、これからじゃん。いや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 、物語これからっていう。あ、やっぱりダンディ坂田さん、さっきのゲッツの人でした。終わっちゃった。あ、このシーン良かった。そうそう、このシーン良かった。ああ、この人のね、そう、最後のソーマさん強かった、すごい良かった。なんかもう体感3分ぐらいのこう、なんだろう、面白さだったよ、すごかった。あ、この人ね、取り付いてましたね。この人はちょっとかわいそうな感じだったね。終わっちゃった。え、早いよーね、これからじゃん。この人ね、あの初めに活躍した魔界騎士の方です。歌いいね、うん、映像が綺麗だよね。
それは汚れなき修羅の涙だって。読み方合ってたかな。そうそう、この衣装ね、衣装かっこいいよ。そう、こっちの衣装も良かった。今回さ、登場人物の衣装すごい良かったよね。今回のこの、じゃあガロ、鋼を継ぐ者は2人の魔界騎士がこうメインで進んでいくのかな。ね、第2話が気になるな。ガロー終わっちゃった。あ、俺はあの魔の手から人々を守り、迷宮アリビスへ行き、破滅の門を封印する。あの構えは光を受けて闇に帰れ。おお、これさっきのさ、ソーマさんの背中にいた鬼かな。終わっちゃった、終わっちゃったよ。もうちょっとね、いいところで終わったよ、すごく。良かった。え、ちょっと待って、なんかさ、情報量がすごかったよ。まず私はガロ初めて見たの。そうで、ちょっとね、大丈夫かなって不安だったところもあったの。っていうのも、だってガロの前のシリーズを見たことがないし、そう、なんだろう、すごい、なんていうの、そんなにこういっぱいなんだろう、そんなにいっぱいシリーズがある作品、いきなり途中からのね、新しいシリーズで楽しめるのかなって、大丈夫ですよと言われてたとはいえ、ちょっと心配な部分があったんだけど、いやいやいや、楽しめましたね。うん、まずアクションすごくなかった？私さ、こう、なんだろう、私の想定だと本当にこう、課金課金、えい、とりゃーとりゃーって言って、よし勝ったみたいな感じでこう進んでいくのかなって思ってたけど、こう想像以上にこう武器を使っても戦うし、こう体をこう大きく使ったアクションですよね。こう体術っていうんですか、こうシュッシュッと、こう分かるかな、パンチしたりキックしたり、こうジャンプして回ったりっていうね、なんだろうな、こう武器だけじゃない、全身を使ったアクションっていうのがたくさん使われてて、見ててすごい楽しかったです。あとさ、もったいなくない、金色の姿に、鎧の姿になる瞬間ね、あの瞬間になってめちゃくちゃ強いって、戦い終わったらさ、私だったらさ、いやもうどうも戦いましたけどって感じで、こうかっこいいね、服をね、こうね、かっこいい服のまんまね、長時間過ごしてしまいそうなんですけど、戦い終わったらシュンと元のね姿に戻る、感じ、めっちゃこうかっこいいヒーローって感じがしましたね、私の中では。うん、あとは今回のヒロインになるのかなね、女性の方もすごい可愛かったしね、衣装も可愛かったし、あの子も戦うんだって感じで、うん、すごい良かったです。2人でね、協力してね、連携プレイで戦うところもすごい良かったし、うん、本当に今回第1話だけね、見させていただいてるんですけど、なんだろう、物語これからってところで終わっちゃいました。いや、もちろんなんですけど、個人的には本当に映画見てるような気分でした。早く第2話が見たいです。第2話どうなってくんだろうね。あとさ、あれもすごかったよね、ホラー要素強くないね、結構ホラー要素が強めだなと思いました。お化けの描写とかすごい怖かったし、SE っていうか、こうお化けが出てきた時の音とか BGM とかも本当にハラハラドキドキしちゃうような、結構怖いムードの曲がね、ちゃんとしっかり使われてたりとか、そう、あとは血の表現、そう、今日もさ、トンカチでえいってやるシーンがあったでしょ。あのシーンもさ、そんなにちゃんと血やるんだって思いましたもん。すごい血だった怖かった、ちょっとリアリティが強め、そう、だからリアリティが強い、割と大人向けなホラー要素もしっかり入ってる
戦いものっていう感じでした。特撮の作品、そうすごい良かったです。個人的には本当に満足しました。で、まあ、これがね今回新シリーズでテレビでやってるそうなので、このね続きを見たいっていう人とか、もっとねこの作品についてちょっと詳細が欲しいっていう方は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらチェックしてみてください。ということで、ガロ鋼を継ぐ者の同時視聴でした。ありがとうございました。バイバーイ。